はい、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、今回ですね、吉谷さんが南の帝王ということでね、シンクロしたよっていうのをね、送っていただきましたけども、これね、結構何回かありますよね。私が南の帝王の話題出してると、同時に吉谷さんが南の帝王見てたんだよみたいな感じでね、ちょくちょく起きるんですよ。これがね、何を見せるかっていうと、私も南の帝王を意識する瞬間が多いということですし、吉谷さんがことあるごとに南の帝王をね、悲哀に出しているってことで、これはね、エントロピーって言うんですけども、偶然一致する可能性が高いんですよね。そういう意味では、私がやってること、言ってること、考えてることと、吉谷さんが言ってること、やってること、考えてることが、まあ、非常に近いんだろうなと思います。これはね、お互いに申し合わせていなくても、大体似たようなことをやって、似たようなことを言っているんだっていうことの裏付けだと思うんですよ。例えばね、私はすごい量産して、今のこの YouTube っていうものをやってます、展開してますよね。それで売り上げを作ってますけども、これ吉谷さんと申し合わせたわけじゃないんですけども、吉谷さんも同じことやってるんですよね。で、どんな時でもキャッシュを作り出すってことはもうやめてないっていうかね、どんな時でも結局はそうなるでしょう。私もね、ビジネスをやめたっていうふうに形を、まあ、はっきりビジネスやめたって言ってからもう、ね、4年経つんですよ。4年。でもはっきり月収って変わってないんですよね。不思議ですよね。私一生懸命セールスした時期、一生懸命商品を作ったりとか、速稼塾のセールスをしたりとか、新しいスピンオフの商品をどんどん出していった時期ありますけども、それからアフィリエイトやったりね、いろんなことやってた、ビジネスというビジネスは全部やってた時期がありますけども、そういう時と、今隠居してね、こうやって YouTube だけしかやってない時と、まあ売り上げあんま変わんないなというところなんですよ。不思議だよなと思いますよね。さあ、そこでですね、今回はお金の勉強っていうテーマを後ろの方に吉田さんが話されてたんですけども、やっぱり私もよく聞きます。日本人はマネーリテラシーが低いとかね、でお金の教育を学校で受けてないから、お金のことについて詳しくないんだとかね、で日本人はもっともっとお金の勉強するべきだって言うんですよ。まあこの議論っていうのは結構私も見にしますけども、でもね、実際にお金の勉強って一体具体的に何をすることなんですかって聞いた時に答えれる人はあんまりいないんですよね。それこそね、お金の勉強しなくちゃって言ってる人にも、分かったような口をね、聞いてる人にでも、じゃあお金の勉強するときに、まず第一にやらないといけないことって何って聞くと、分からないんですよね、これ。お金の勉強、自分はしてるぜ、みたいなことを言ってる人でも分かんないんですよ。で、そもそもそういうことを言ってる人に限ってお金ないんですよね。で、不思議だなと思いますよね、この辺は。まあ、私なりにですね、お金の勉強っていうのをテーマにいたときには、もうやることが決まってるんですよ。じゃあお金の勉強ってどういうふうにするべきかってことなんですけども、例えば金利の勉強もしないといけないと思いますし、お金の稼ぎ方も無数に知っていなければならないんですけども、基本的にはお金っていうのはね、作ってる人とそれを借りてる人がいるっていうことだけだと思うんですよ、スタートラインは。じゃあお金っていうのは、私がね、今手元にあるお金ってどうやったかっていうと、借りてるんですよ。すべてのお金借りてます。ビジネスで稼いでも結局借りてるんですよ。なんで借りてるかっていう言えるかっていうと、そこにはね、お金を手にした瞬間、金利とか税金っていうのが延々に乗ってくるんですよ。何をやっても結局はお金を返せっていうふうに日本銀行に言われてるんですよね。まあ日銀紙幣って書いてるじゃないですか。まあ政府紙幣と言ってもいいんですけども、日本からお金借りてるんですよ。稼いでビジネスで手に入れても、やっぱり借りてるって状態なんですよ、実は。これ多くの方が意識しないんですけども、完全に借りてるんですよ。借りてるからこそ返済のための金利が発生したり、持ってるだけで税金ってものが発生したりとかして、ほっとけば必ずお返しするような形になってるんですよね。だから何もしなければお金は減ります。本当に、ね、何か商品買ったにしても、ここにも金利と税金が載ってるんで、本体の商品代金以上に払わされてるんですよ。どのぐらいの率で払わされてるかっていうと、ザクッと言ってですね、6割が税金ですね。6割は税金で払って、もしくは金利で払って、商品代金はもともと4割ぐらいで買えるものがそうなってるわけなんですよ。で、ちょっと前の話に戻りますけども、世の中にはね、そうやって借りてるお金と、あと作るお金があるって言いましたよね。で、お金を作ってるどこかっていうと、これは日銀なんですよ。日銀ってお金を稼ぐってことはしません。必要なお金が、もしね、この前も ETF12 兆円買い入れとか言ってますけども、じゃあ12兆円どうするんですかって言ったら、こうやって預金通帳を書くだけなんですよ。こうやってね、はい、12兆円書くだけなんですよ。すごいでしょ。だから通貨発行権っていうのはそういうところにあるんですよ。まあ、ですんで、ぶっちゃけ言うと、借りたお金って返さなくても誰も困んないんですよね。こんなの信じがたいでしょ。だからね、どんどん私はお金を借りるべきだと思うんですよ。で、キャッシュフロー的にお金を借りるのとビジネスで稼ぐの、これ自分の事業の入金、口座に入金されるっていうこと、キャッシュフロー的に言ったら、借りようが売り上げを上げようが一緒なんですよね。で、売り上げを上げようが借りようが、どっちにしてもそのお金っていうのは日本政府の所有物で、それを一旦借りてるだけ、置いてるだけだからこそ金利がかかって、税金がかかって回収される流れなんですよ。持っていれば必ず回収されますんでね。
で、唯一回収されない手腕は何かっていうと、お金を持ってない状態のことなんですよ。私もお金がない時期がありました。というところかね、マイナスになったことがあるんですけども、あのマイナスになると、これはマイナスでね、金利がかかるんですよ。税金もかかるんですよ、マイナスなのにね。困ったもんですよね。だからね、ゼロっていうところが最も損がないんですよね。お金ゼロ、借金もないけども余裕資金も全くありませんってことは、これ課税されないし金利もかからないんですよ。だからね、私がホームレスした時っていつも0円だったんですよね。財布そのものを持っていませんでした。 iPad が1枚あるだけなんですよ。まあ、細かいこと言ったらね、いろんなあの引き落としがあるじゃないかって言われますけども、そうなんですよ。法人での引き落としはありましたけども、私個人としては払ってるものって全くなくって、その、ね、住民税とかね、市民税とかっていうのも、その時は全然払ってなかったんですよね。もちろん保険も入ってませんでしたしね。まあ、とんでもないようなね、30代があったわけなんですけども、まあ2年間だけですけども。で、私がまとめますけども、お金の勉強って何をすることなのっていうふうに聞いたら、まずはお金っていうのはね、誰かが作ってるだけだと。それを私たちは使わせていただいて、そしてそれによって支配されている。だから、その誰かが作ってるお金、これがね、自分にとって全くいらないよってことに気づいたら、あんまりお金の悩みっていうのはなくなるんではないかなと思います。同時にですね、お金を稼ぐってことは、お金を作った人から間接的に借りてるってことなんで、結局お金を持っていれば金利が発生して、税金が発生して、それはそのまま取られていくってことなんですよ。さあ、そこでですね、私が考えたのは、お金を一生かかっても課税されても金利を払っても一生かかっても大丈夫なような金額を設定しなければならないんですよね。で、その割合が、さっきもお話ししましたけど、6対4だとすると、まあ、あと、ね、生涯でね、稼ぐ金額っていうのはやっぱりこう2億5000万ぐらいないと、47歳の私は2億5000万あれば稼げば、そのうちの1億5000万ぐらいが課税されて1億円が残るかなってことなんですよ。ちょっと足りないぐらいですよ、これだと。まあ、そういうふうにして、ね、計算しております。で、私の場合は3年で1億っていうのをね、稼いだこともあって、1億3800万ですけども、本当思考切りやったらね、3年で1億円になるわけなんですよね。で、今は特にその固定費がかかりませんので、私は仕事をしてないんで。そうなんですよ、仕事してないとね、お金かかんないんですよ、なぜか。人付き合いもないですしね。なんか不思議ですよね。仕事をするとお金かかるんですよ。だから仕事をしない方がいいなと、私は事業家の社の立場から思うんですけども、仕事するぞと思って店を構えたらお金かかるんですよ、ね。で、店いらない、もう仕事しない、ニートやるんだって言ったらお金かかんないんですよ。だからたまるんですよね。不思議ですよね、こういうところも。まあ、こういうふうなね、なんか、こうなると思ったことがそうならないってことは、お金の世界では本当によくあるんで、しっかりお金の勉強をね、していった方がいいかなと思います。で、お金の勉強の私の今日のね、一番最初に話すことっていうのは、私たちはお金が作れないんで、必ずお金を借りてるってことなんですよ。稼いでいてもそれは借りてるんですよ。で、お金を発行する人っていうのは、日本は通貨発行権っていうのがありますから、日銀がね、作っているということですよね。日本銀行ね、すごいですよね。だから私たちは全員銀行のしもべということなんですよね。悔しいですね。だからどうするってことなんですけども、どうしましょう。じゃあ話半分で終わります。さよなら。